開幕戦アントレースです。よろしくお願いします。初の、仙台ということで牛乳一杯いただきます。スマホ見てるっしょ。スマートフォン。皆さん、はじめまして。開幕ペナントレースです。何でしたっけ、対撃。対撃というですね、イベントに呼んでいただきまして、宇宙三兄弟という我々の75分の作品をですね、45分間に、2日間で仕上げまして、上演させていただきました。その時の感想をどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、大久保さん。そうですね。今回は仙台出身の、GK 正幸という俳優がこちらにいます。今まで黙っててすいません。仙台出身の GK 正幸と言います。今回お芝居でね、初めて仙台に来させていただいて、親戚とかもいっぱい見に来てくれたんですけど、評判も良くてですね。そうですね、最前列におばさんが2人なんで、10年ぶりに会うおばさん2人がもうひげひげって、まずそこから確認でしたね。そうです、10年前は生えてなかったし、あと体もね、パンプアップしてこんなに昔痩せてたんです。まあ体が資本ということで、体が資本ということでね、普段から。あれさっきはこれ落ちたんですけど、あ、落ちない、落ちないです。この後ですね、大喜利、サナ君、はい、大喜利じゃないですか、にらめっこ大会。にらめっこ大会ですね。これから頑張らさせていただきたいと思いますので、今からでも間に合いますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。マジですか。では、開幕ペナントレースでした。南はどっちだ、南はあっちだ、南はこっちだって聞いてきたんですけど、もう一番端っこのあなた、南はこっちだって聞いてきたんですけど、南はあっち、ウソカメラじゃん、そういう風にやめてよ。基本的にテレ屋なんだからさ、僕。南はもう聞いちゃいますけど、南どっちですか、あっちですか、本当ですか、ありがとうございます。また南はあっちだ。